皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メルマガタイムということで、私メルマガ発行してるんですね。あの、えっ、ー、と、チャンネルの概要欄にリンク貼ってますので、そちらから見ていただければと思うんですが、有料版と無料版があります。で、有料版、あ、無料版はですね、サンプルみたいなものです。はい。 で有料版の方はですね、まあ、日常生活の事柄から人生設計に至るまでありとあらゆるさまざまなことを情報として紹介しております、はい、月額税込111円頂い,いておりますが決して損はさせませんので是非皆さんご覧ください 今回はですね、これまでに配信したものの中から抜粋して、一部を抜粋してですね、お届けしたいと思います。今回抜粋するのは、人生で一番大切なものの見つけ方です。はい。これはですね、お医者さんがですね、 一度死んでみるというワークショップを開いて見えてきたものなんですね。はい。そうなんです。まあ、まず前提から話しましょう。大事なことですが、忘れがちなこと、そして当たり前なこと、当然なことですが、死は誰にでも訪れます。 はい、誰にでも訪れるんですねはいそして死の受け入れには5段階ありますあなたは死にますよこういう理由で死にますと言われた時にまず最初に人は否定します何か検査結果に間違いがあるんじゃないか 何かに間違いがあるんじゃないかと否定をします。その次に怒ります。なんで私がこんなことにと怒ります。その次に取引しようとします。これは、例えばですね、あの、何か、 医学とは別の方法があるんじゃないかと探し回ってみたりすることですね。はい。ある有名芸能人カップルもやってましたね。乳がんの時にね。はい。それで治療が遅れたと言われています。はい。そして、抑うつです。ああ、もうダメなんだと。代替手段もない。私は死ぬしかないんだと。いうふうに、抑うつ状態になります。 そして最後に受け入れです死をようやく受け入れますこのように5段階あります納得して亡くなっていく方はいるんでしょうかいるんですね 死を受け入れるとまあこれは結構老人の方がそうですけどご高齢の方が何気ない日常がキラキラ輝いて見えるようになるとおっしゃる方が多いそうです緑が風にたなびいてさらさらと葉がこすれる音などそういったものが非常に美しく 感じるそうですはいしかし全員がそうなるわけではありません中にはというかどちらかといえばほとんどの人が納得はせずに亡くなっていきますそこで ある先生がワークショップを行いました一度死んでみるというワークショップですこれは具体的には今日が人生最後の日だったらこれをやりたいですかこれをやりたいですかこれをやりたいですかと自分に問いかけるのですはい そうしていくとまあ自分が何をやればいいのか見つかってくるそうですちなみにあのスティーブ・ジョブズさん彼は今日が人生最後の日だったとしたら私は何をやるべきかと毎日自分に問いかけてやるべきことをやっていたそうです だからあのスピード感だったんですねはいスピード感はそこから来てたんですねはい切迫感から来てたんですねはいはいそして 一度死んでみるというワークショップ。かけがえのないもの。そういう、これをやりますか、これをやりますかという、この、家族とのこと、仕事のこと、そういうものを紙に書き出してもらうんです。そしてそれを書いてる途中で破ります。結構怖いですよね。終わらせてくれないんです。つまり、 それはどういうことかというと、一度死んでみるということです。つまり、やりたいこと、これはやりたいな、今日が最後の日だったら、と思って書いてる途中で、破り捨てるんです。つまり、できないからです。できない。やりたいことだと思って書き始めたことを破り捨てされる。 でできないからですそれが死ぬという体験です。はい。そして、捨てていくとですね、まあ、ある方は、妻と2人の子供の名前を書いた紙だけが残ったそうです。 はい妻と子供に会いたいはいそれだけが残ったそうですはいそう人生で本当に大事なことは多く ないんですね。それを消去法によってこのように導き出していく。これが一度死んでみるというワークショップです。はい。これをやってみるとですね、自分がいかにこれまで いらないものを抱え込んでいたかというものを痛感させられるそうです。はい。そして、悔いなく生きていくためにはどうすればいいのか、これにも触れてみましょう。悲観的に想像し、 悲観的に、そう。明日死ぬかもしれないと。悲観的に想像し、そして楽観的に行動することです。死ぬんだ。明日死ぬんだ。じゃあ精一杯やろう。これを続けることです。例えば、 副業で事業を始めたいという考える方は大勢いますが、実際に行動に移す人は限られます。それは失敗するのが怖いからです。ですから、失敗を恐れてやらないくらいなら、まずは悲観的に想像してみることです。そして、その 悲観的な想像に対して何を加えればもしくは何を差し引けば成功するのかを考えて楽観的に行動してみる。これによって人生がより充実したものになると言えるのではないかということになります。 いかかがでしたでししたょうか人生で一番大切なものの見つけ方今何をやるべきか今の話で少しでもヒントになれば幸いでございますこの配信は以上となりますまた別の配信でお会いいたしましょうさようなら